んにちは、スイちゃんです。今日はおもちゃの缶詰が届いたので早速開けてみたいと思います。はい、というわけでいろいろ出てきました。はい。これで何を作るのかな。ペーパークラフト1、ペーパークラフト2で採点表っていうのと、あとは取扱説明書ですね。説明書で書いております。モーターカー部門、ピカットライト部門、クルクルファン部門、トンデキ紙プロペラ部門、不思議な紙プレート部門、クルクルキョロアニメ部門、まあいろいろやって遊べるってことですね。なるほど。はい。これ何？これプロペラだね。プロペラだね。他には？風船。風船となんかタイヤの車みたいなやつ、なんかこんななんかブーンってやるやつかな。いろんな遊び方ができるみたいなんですけど、じゃあ今日はこのくるくるファン部門をやってみようと思います。これもはい、この上にプロペラをつけるんですって。どうです？うん、面白い。これで何か飛ぶのかな。飛ぶんじゃない。線を浮かせてみよう。風船？それで膨らむのかな。この風船を膨らまします。はい、キョロちゃんの風船ができました。はい、おー、なんか青く光ってる。うん、なんか青く光ってる。よっ、もう浮かんだね。すごい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 。もっと頑張らなきゃ。あー、落ちちゃった。あー、惜しい。で、回す方向によってなんかランプの色が違うっぽいですね。おー、できたできたできた。あー、風船がどっか行っちゃったよ。頑張れ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 。あ、浮いてる浮いてる浮いてる。おー、風船が浮いてます。うわー、疲れた。はい、だっか。じゃあ次行ってみよう。それニュートンの7色雲っていうんだ。なんか見えるんじゃないかな。反対に回してみてよ。スイちゃんにはちょっと見る。反対にしよう。何も動かない。もう一回やってみて。虹みたいな色みたいね。じゃあ次反対。うん、これもちょっとよくわからないね。なかなかね、難しいね。よくわかんないね。はい、というわけで今日はね、遊び方が30種類あるそうなんですけど、そのうちのいくつかをやってみました。で、あとは実際にこの缶詰をゲットされた方のお楽しみということで、今日は終わりたいと思います。バイバイ。